じゃあ、じゃあ、うちも。エビとキノコのクリームのパスタ大盛りとマルゲリータ。近ければ近いほどうまいから。こんにちは。こんにちは。はい、どうぞ。お疲れ様です。もう今日で最後なんで。トライアウトどうですか？トライアウト、まあ、良かったんですけど、まだこれからって感じなので。ファーがこれから。はい、どこ行くか分からないですけど。いや、ちょっと寂しい。正解ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。写真撮っていいですか？写真撮りましょう。はい。え、おじさんじゃあ白髪なんて。こんにちは。こんにちは。はじめまして。どうも、お世話になります。妻のレイラです。はじめまして。こちらです。びっくりしました。俺ここのスペシャル以外食べたことないんで。はい。唐揚げとか人気ですか？人気そうだね。うん。ボリュームたっぷり。こみたれ定食。こみたれ定食。はい、しの俺スペシャルで。はい、わかりました。お願いします。お、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。これいつも食べてる。めっちゃ健康的だね。フルコースじゃん。はい、これコースみたいな。あ、すごい。野菜も美味しそう。いただきます。どうですか？やっぱ雑貨の違いかな。雑貨の違いじゃない、身長の違い。私ご飯この食べきれない。どうぞ。私でさ、戻すっていうパターンになる。何個も入ってる、唐揚げ。うわ、スペシャルって裏メニューだ。そう。
練習後にマジでぴったり。うん、リンゴも食べて、うん、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。発音がちょっと違う、うん、おお、これだ。あれ、まだいたの、まだいたのとか。失礼します。こんにちは。会ったことある？うん、こないだあった。アポロバーグ。アポロバーグ、はい。16ぐらいまで。俺もびっくりしたよ。タキ君の車だよなって。なんで今アポロにいるんだろう。挨拶をしてね、最後。あ、もう最後ですか。うん。え、クラブハウス行ってんの？マジ？すごい。なんならシーズン中筋トレしたことないから、うん、めっちゃ筋肉痛っす。足、下半身とか。やってんの？バカ追い込んで、走り込んで。マジ？最後先だけ全然取ってくれなかったじゃん、あの試合のやつ。いや、意識が全然いかなかった。確かに、すごいね、これアポロ最高。アポロバーグ。いただきます。今回ボリュームすごい。ん、今ちょうど手っ取りだもん。早携帯と iPad で登録してた。マジ？2個登録。ありがとう。登録の鏡。いいねもよろしくお願いします。一回もしてない。見るだけ見る。一回もしてない。バカ君はさ、ね、プロポーズしたの？してないよ。してないの？ひどいでしょ。うわ、ないわ。プロポーズは絶対してねって言ってたの。確かに、でもね。あこさん、滝沢ねえわ。おい、おい。されてないんですよ。私もされてない。すごい。ニュアンスで分かるだろ、雰囲気。そうそうそう。女の子は絶対嬉しいからしてくれた。そうなの。でも照れくさいかも。しょうがないよ、でもそれ、その時は。もうお互いするかってなっちゃったから、もうタイミング失ったのよね。タイミングなんてないよ、いつでもいいんだよ。ずるいずるい。それね、一番ダメだよ。俺何も知らないけど。私は本当にひざまずいて、結婚してくださいってやってほしかったの。ああ俺絶対やる。いつでもやるよ。マジか、一生思い出になるもんね。うん、ああ来年やる、語り継がれる、多分。来年やるわ。来年。いや、もう響かない。10周年とかならいいか。逆に長いな。忘れてそう。やばい。初めて。え、もう1年経つの、たきくん。早いよね。え、早いよね。早い。11月に籍入れたか。え、結構長い、長かったんでしたっけ。短いよ。全然。付き合って1年ぐらいだっけ。あ、そこが短いんだ。そう。うん、何してた山形のオフの時は。俺マジでオフの時、うん、マジで何もしてないですよ。マジずっとゆっくりしてて、うん、昼過ぎぐらいに温泉行って、うん、サウナとか交代として、うん、帰ってきてまたゆっくりしたら、もう夕方だから、うん、あんな感じ。よく食ったのね。でも美味しかったから止まんなかったか。俺めっちゃ美味かった。めっちゃ量多くね。しかも武井壮の YouTube で動いた後、捕食取れって言ってて、捕食みたいな買ってったんじゃん。だからお腹いっぱい。そもそもすぐ食ってる。さっきくんもベイビーの名前考えたの？うん、考えてる。考えてる？うん、悩まないっすね。悩む悩む。俺だって自分の子の名前決めるとか考えられないね。永遠にあるもん。すごいね、本当にね。それはさっきくんがさ、決めるの。あ、でも今の候補は俺が決めてる。ガメツ。確かにガメツ。じゃあガメツくないじゃん。ここは行くんだ。違う違う。私結構考えてたのに全部却下されたもん。ね、ありきたりなんよ。怖いな。ありきたり。人気なやつで。ね、家でじっとしてんのマジで好きじゃないから。あ、そうなの。マジでしちゃう。だったら動いた方がいい。ああ、こんな俺が。誰かいる？いないっしょ。りょうたくんだ。やってる。山さんとか来てるし。マジ？大輝くんも今日いたし。暇なのかな。家族持ちは。うん。星さん結婚してたの。ね。コメント見たっすか。見た。面白いね。新加入選手に子供さんに結婚してるって嘘つく日々も終わりましたみたいな。確かに俺言われたもん。マジ？結婚してるみたいな。いそうだよ。途中まで信じてた。マジ？ね、めちゃくちゃいそうだもんね。お手洗いどこに？ちゃんと。こっち？あれこっちかな。え、そっちじゃない。リアクセ。こっちって言ったじゃん。嘘、言ってた。あぶね、キッチンマイルとか。キッチンもできそうだね。滝崎デビューできるから。やっとの思い。念願の。
ありがとうございます。あとこれ、夏になるんですよ。あらららららら。ありがとうございます。え、なんか俺持ってきてないかな。きつい。まだいいでしょ。いや、分かんないけど。どうも、すいません、ありがとうございます。いや、16日にでもまだもう一回手作るんで。あ、ほんと、じゃあ涙とか。いやいやいや、いや、ちなみに100発発注しかない。いやいやいや、そういうことです。今でも思うんだけど。いや、ほんとに、いや、ほんと1年間ありがとうございました。泣かすな、泣かすな、女性を。みんな泣かすね。俺も先にさ、今度俺ももし何かあったら来なきゃみたいな。絶対持ってます。本当に本当に。本当に。ねんなちゃんもね。パンって。はい。安産で。頑張ってね。ありがとうございました。よかったです。頑張ってください。どうぞ。来日します。ありがとうございます。切ない切ない。これ次気づらくない。こんないいことしてさ、いい報告ができるようにして。はい、いい報告してます。ありがとうござい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 ます。